本とアメリカの食事の違いのテーマについて話し合いました。自分たち その考えてた答えがあったんですけど、それについて予想通りのものもあったんですけど、違うものは全く違って、そういう点に関してなんか詳しく説明してくれたりもして、それが印象深かったですね。学生と一緒に授業をするときに、彼らが一番課題としているのが議論ができるようになるかどうかということなんですけれども、その授業の後半の中で、自分たちでその労働やこの教育などの課題を設定して、それについてその日米 その比較をして、考察をしていくという作業をしていきました。その自分の考えを持つには、自分たちがその選んだテーマに関して深く調査研究をして、でそのテーマについて深く知ること、でそれによってその自分の考えをその持てるようになるというプロセスかと思います。一番はですね、やっぱり自分たちの英語力の拙さを理解しましたね。こう自分たちが通じるであろうって思い込んでたような、自分たちのスキルが通じなかったのが、まあ一つはショックでありましたけど、やっぱりこのままではいけないなっていうことも理解しましたし、そういう意味でそれは成長の一つにつながったと思いますし、言語がその異なっててもこう一つバーベキューであったり話をしただけですごい仲良くなれるんやなっていう、やっぱり同じ人間でみんな仲良くなれるってことを改めて実感できましたね。バージニア工科大学の学生さんに日本語でプレゼンをして、その大谷大学の学生は英語でプレゼンをしていったんですけれども、その時に自分たちの得意なことを生かして、お互いにその助け合ってプレゼンを作っていった、それでプレゼンをしていったというところがその印象的であったと思います。相手に何かをしてもらうことっていうのを期待するのではなくって、そのお互いをその支え合って、お互いにその成長をしていくということがそのできていたなということを感じています。話してみてこうやっぱりこう気さくな方であったりとか、そういう方が非常に多いので、だからこう自分たちがこう間違っててもいいっていうふうに思えたりであったり、間違ってても優しく指摘してくれたりであったり、うん、そういうことに関してこう緊張であったりとかを覚える必要がないっていう風に理解できたので、すごい抵抗はなくなりましたね、話すことに対して。さまざまなその国 の, そのや地域 の, その文化、その社会を知ることで、今までこう一つの考え方にとらわれていたところから、その自由になって、新しいその発想でその物事をその考えていくことができるということが、その国際文化のその面白さではないかと思います。